これから暇だし、久しぶりにあれをするか。ん？はい。何勘違いしてんだ。さっき絶対エッチなこと考えたでしょ。はいはい、意地張らないで。もちろん表情でわかるだよ。君のこと、私が一番知ってるだからね。はいはい、冗談はここまで。あれはですね、耳かきですよ、耳かき。はいはい、おとなしくして膝枕してあげるから横になって。まずはこっち。ん？近いってくすぐたい？ん、仕方ないでしょ、私目が悪いから。はいはい、我慢しててね。近いってくすぐたい？ん、仕方ないでしょ、私目が悪いから。はいはい、我慢しててね。じゃあ始めるわよ。汚れがあまり溜まっていないね。私以外誰が掃除したことある？ん、ないの？あ、一つちょっとだけ大きな発見。すっごく奥にいる。見えない。しっと取れた。じゃあ次は綿棒入れるね。ちょっとだけ水があるから冷たいかもしれない。我慢しててね。はい。冷たくて気持ちいい？そうでしょう。今度私のためにするの。はい、じゃあ期待するわ。じゃあ終わり。反対側に向けて。ちょっと。じゃあこっちね。
入るわよ。おお、変だね。こっちはさっきより汚れている。結構汚れ溜まっているね。大丈夫、確か綺麗にしてあげるから。かかないで、動いたら危ないよ。次は湿った綿棒を入れるね。今天気暑いだから冷たいのが気持ちいいよね。眠たくなる？じゃあ寝ていいよ。安心して、夕ご飯の時間は起こしてあげるから。私を一人にしたくないの？こっちも終わり。ん？ふう？そういうのがくすぐたくない？平気なの？じゃあするけど。どう？そっちも？いいけど。はい、今回は終わり。はあ、これから。あやや、不要循环播放，不要循环，恥ずかしい，恥ずかしい，丢人。那时候日语说的真的超级奇怪的。